はい、皆さん、こんばんは。はい、前回はね、バトルダンジョンやったんですけど、結局、血染めの布がね、見つからずという感じで。で、私ね、よくよく思い返してみたら、防具を強化しようって言ってたのに、なんかいつの間にか、妖刀を強化しようっていうことで、血染めの布を集めてたんですけど、もともとは防具強化が目的だったんですよね。なんでね、防具強化をちょっと改めてちょっとやってみようかなと思ってるんですけど、その前にちょっと銀龍道場に先に寄ってね、ちょっと最近いろんな道場にから足遠のいてたんでね、まあ、ちょっと回って、はいはい、よく来てくれた。珍しい刀を持ってきてくれたのか。美しいな。おお、これは美しい。美しいものとの出会いは拙者の生きる活力だ。ありがとう。お、ちょうどここでよかったのか。これで稽古をつけてもらえるか。ああ、それで始めるとしよう。今回は強敵と戦う際にいかに強く美しく立ち回るかということを考えていくとしよう。今まで覚えたことを全部活用してみてくれ。相手の攻撃はなるべく受けないことと、こちらから攻撃を仕掛け続けることだ。だが相手が強ければ強いほど美しく戦うことは難しい。そんな時は敵の隙をついて華麗な大技を叩き込むという方法がある。大技？もちろん基本を忘れてはいけない。大技に集中して基本の戦い方がお粗末になっては本末転倒だからな。今回は一番弟子の平之助に相手をしてもらう。平之助であれば相手に不足はないだろう。あの思い悩んでたやつじゃないですかね。なんかいましたよね。なんかじーっと見てた。なんか、ああ、分かった。拙者が達人と思えるくらい美しい戦いをしたら合格にする。達人すべての技を自由に使用して構いませんが、一刀絡むのうち選択した刀のみで。分かった。あ、この人だな。思い悩んでたの。よろしく。どちらの戦いで。あえて苦手な方で引こう。乱舞で、うん、では始め。こいつから習った技はね、まだね習得できてないんですよ。っていうか、あの根球がまだね足りないんでね。やばいね、これだと。よし、入った。よし。あ、やばい。やばい。やばい。よし。やばい。よし、もう一回。あれ、あれ、あ、やばい。くそ。あ、これやばい。達人になんないじゃない。ちょっと地味だったぞ。あ、やったやったやった。よし、なんとかなった。美しいな。美しい。正直平之助には期待をしていたのだが、やはり君相手では勝てやしないか。剣術玉酒の極み、うん、群衆チラシ、うん、いや、いい手合わせだった。かなり稽古を積んでいるのがわかる。くそ、俺にはやっぱり伸び悩んでんですよね、この人ね。いや、君は本当に素晴らしい。平之助まで倒してしまうなんて驚きだ。1年経った今でもこのざまか。この前来たばかりのやつに。てか1年しかまだ経ってないんだ。それで一番弟子ってすごくないですかね。そんなに落ち込むことはない。お前の立ち筋には努力を積んだ者にだけが持つ力強さがある。慰めなど必要ない。これが俺の実力さ。
彼は特別だ。お前は自分の道を行かねばならない。焦るんじゃない。ですがもうあまり時間が。やはり俺ではこの道場を継ぐことは。何時間ってとか継ぐとかなんどういうこと。あなたは強い。あなたこそ銀龍道場を継ぐ男にふさわしい。俺では銀龍先生の後を継ぐなんてとても。え、譲るの。その前にそんな話初耳なんですが。一番でしょ、君だろうよ平之助。弱音を吐くとは美しくないぞ。拙者は君に頑張ってもらいたいと思っているんだ。分かってくれ、ね、期待してるからこその知ったらね、うん、くっ言ってしまったな。今はそっとしておこう。平之助は己の壁を破らずにいるんだ。精神面の修行は足りないのかもしれない。だが彼の剣の腕と才能は確かなものだ。君の存在が彼の壁を壊してくれると期待していたが、逆に君を意識しすぎてしまったようだ。教えるということは難しいものだな。拙者も少し頭を冷やさなくては。競争させてこう高めようかと思ったら潰れちゃったみたいなね。そうか、そういうことならひとまず帰るとしよう。すまないな、まだぜひ来てくれ。うん、そうか。まあでもなんかは学んだっぽいからな。っていうことはこの平之助のストーリーもあんのかな。なんか、うん、もう俺なんかほっといてくれみたいな。なんかね、あ、真面目な弟子斉藤さん、いつも源流先生との稽古を拝見させていただいております。実は折り入ってご相談があるのです。お付き合いいただけないでしょうか。なんだ俺に相談。別に構わんが。ではこちらへ。平之助のことじゃないですかきっと。なんだろう、鎌虎。お忙しいところすみません。相談というのは他でもない平之助さんについてなのです。みんなに迷惑をかけてな、まったく。ああ、銀龍の一番弟子か。道場を継ぐとかどうとかで揉めていたようだね。銀龍は平之助に道場を任せて隠居することにでもなっているのか。ねえ、初耳でしたが。それが実はいろいろと事情が複雑で。ここだけの話、銀龍先生はとある貴族の生まれなのです。うん、貴族。剣の腕前はご存知の通り達者でいらっしゃるのですが、いかんせんご身分がご身分なので、ずっと道場を開いているわけにもいかないのです。立ち振る舞いが侍のそれとは違うと思っていたが、まさか高貴な家柄の腕だったのか。そっか。先生は幼少の頃に剣の才覚を見出され、貴族という立場ながら武芸の稽古を積み、一つの流派を確立するまでに至りました。ご両親のご厚意で武芸の道に励んでこられましたが、本家のご意向によりお世継ぎとしてお戻りになることが決まったのです。貴族の後継ぎともなれば、確かに京の町で道場を続けるのは難しいね。しかし銀龍先生はこのまま技が絶えてしまうのは惜しいと本家に懇願し、3年の期間をいただいたそうです。それがもう3年目とか、今年でですが、その期間もあと1年を切りました。ああ、銀龍と平之助の焦りはそのためか。私たち弟子一同も先生と同じく平之助さんが道場を継ぐべきだと考えています。うん、しかしこのまま平之助さんが大成しなければ、銀龍先生は流派を残すことなく戻られることになってしまう。で、俺にどうしろと。もしかしてわざと負けて
自信をつけ出してくれとか、そういう、私たちも銀龍先生に恩がある、できることなら力になりたいのです。そうで、俺みたいな貧乏な侍にも無償で稽古をつけてくれたり、飯を食わせてもらったり。だから金取らなかったのか。もう金があるからね。貴族は俺らなんかに施しを与えねえと思ってた。でも先生は違ったんだ。何としても助けて。みんなに慕われてね、いいやつじゃないか、あの銀龍ってのもね。だからお願いです。あなたなら銀龍先生の剣を受け継ぐことができるはず。え？ちょっと話が見えてこないな。俺が継ぐ、いや、平之助が継ぐんでしょ、これは。てか、どういうことだ。話が見えてこないな。平之助さんには申し訳ないですが、もう時間はあまり残されていない。で？あなたが道場を継いでくだされば、銀龍先生の剣は残ります。なんとかお願いできないでしょうか。ということはもう平之助諦めだってことか、みんな。もうあいつは、ちょっと、このまんまちょっとね、芽が出ないまんま終わっちゃうなーってことで、そこで現れた龍馬っていう感じで、お前らそれで本当にいいのかっていうことじゃないですか、これは。お前らはそれでいいのか。俺みたいなどこの馬の骨ともわからないものにそんなこと任せてしまって。それにお前らの兄弟子平之助は必死になって修行しているんじゃないのか。前の連中がこんな気持ちでいるんじゃ、平之助はいつまでたっても銀龍には認められないだろうな。いいだろう。お前たちが望むなら俺が道場をもらってやる。だが俺は人に稽古をつけてやるほど暇じゃない。道場を手に入れたとしてもお前たちを追い出して売り飛ばしておしまいだろうね。あえてこういうちょっと悪人みたいなセリフを言ってね、俺めちゃくちゃやるぞみたいなね、俺に渡したらどうなるか分かってんだろうなみたいな感じでね。そんな、確かにあなたが言うことも分かりますが、そんなひどい物言いをしなくてもね。やっぱりちょっと龍馬はこの辺ね、分かってますから人の心。それよりもそれって考えが甘すぎるね。そうなるのが嫌なら自分たちがどうするべきかしっかり考えなした方がいい。くっ、失礼します。少し厳しく言ってはみたいな。あいつらや平之助はこれからどうするんだろうか。お元気ですか。ということですね。俺に話しかけてんのかそれは。というわけでまだちょっと続きそうですね、銀龍道場。ちょっと行ってみようか。もうちょっと続きが気になるな。こうなったらもう最後まで行きたいな。最後まで行っちゃうぞっていうことでね、さっきの話の続きを聞かせてくれみたいな。なんかあれさ、あれでも剣が持ってないかもしかして。大丈夫だ。宣告はすまなかったな。気分悪くしただろう。許してくれ。平之助のことか。いろいろと話を聞いた限りでは、どうやら平之助の精神修行が足りないのはあんたの言う通りなのかもしれないね。彼はここを始めた時からの門弟でね、修行は熱心で才能もある。手を合わせた君ならわかると思うが、そこからもう一歩踏み出すきっかけが必要なのだ。それはそうかもしれんがね、俺に言わせればどうにも平之助だけではなくこの道場全体が剣を極めるにしてはぬるく見える。あいつが大成しないのはあんたや門弟を含めた道場全体の雰囲気にも何か問題があるんじゃないのか。根底を覆す、この道場自体がみたいなね。そう言われると耳が痛いな。平之助も他の弟子たちも拙者の教えをしっかりと守ってくれている。
彼らにとって何が足りないのか、それは拙者自身も模索しているところなのだよ。なるほどね。まあいい。次は何を持ってくればいいんだ。え、何、何を、あ、星何個のやつ。あ、そういえば言っていなかったね。君には迷惑かけたし、今回は何もいらないよ。準備が良ければすぐに始めよう。お、じゃあやってみようか。うん、ああ、よろしく頼む。わかった、それでは始めるとしよう。今日は相手の武器を無力化し、受け流すことができる技を教えよう。おう、ああ、わかった。今回は刀のみを持って戦ってみてくれ。では弟子たちに相手を出せる。一等か。しかしどうにも普段と様子が違うな。何かあったのか。何が。俺のことか。え、さあな。そうか、それならいいが。え、俺が変だって言ってんの。なんか、あ、あー、そっかそっかそっか、あの龍馬が売るって言ったから、もう敵だと思ってんだね。あんたには渡さない。あ、もしかしてこれ怒ってくんじゃねえの、赤くなってくんじゃねえ、もしかして。負けるなるものか、やっぱり。では始め。やべやべえぞ俺、こいつは先立ってやがる。しかしこっちは妖刀だ。先立ってやがるのか。え、 R1 で構えて敵の攻撃当たると直前に丸。うん、お、すごいすごい、これこれかっこいいぞ。よし、できた。よし、わかった。あれ、あと一人。よし、うん、まあちょっと難しかったな、うん、美しい、君は本当に寿司がいい。稽古を重ねるたびに美しくなっていくな。あ、ちょっと待ってください、パソコンになんか変なメッセージ。ちょっと、よし、ビン、枯葉みだれの封印。グッグー、友人が本気でかかっても倒せないとは。やはりね、ここの門弟はどいつもこいつもふぬけてやがる。立ち筋に全く飛躍が感じられん。どうしたんだ斉藤君。確かに君は強い。稽古に励んでいる者たちをあまり悪く言うのは感心できないぞ。あー、なんとなく分かって、これもしかしてね、龍馬がね、こういう悪態ついて、こう何、先生と喧嘩して、待てーみたいな感じで、平之助登場みたいなで、そういうパターンかな。ちょっとあえて、こう、ヒールをね、ヒールの役を買って。まあいいぜ、これあんたが考えることだ。言われずとも分かっているよ。次はどれくらい君が美しい戦いができるようになったか見せてくれて、見てあげよう。準備ができたら話しかけてくれたまえ。ああ、わかった。もうすぐやっちゃおう、体力はあるからな。うん、よし、準備ができたようだな。それで始めるとしよう。今日行うのは、たくさんの相手に囲まれた時いかに美しく戦うことができるかの追求だ。多人数相手の立ち回りだな。あ、これから江戸城に行こうっていうのでちょうどいいんじゃないですか。相手の人数が増えたとしても、どれだけ普段通り動くことができるか、それが大切だ。うん、相手を押し込んで距離を離したり、時には立ち位置を変え、場所を変えることも必要になってくる。そういう状況でも型を崩さず、美しい型で立ち回ることが最終的には隙を減らすことにつながっていくものだ。拙者が達人と思えるくらいに美しい戦いをしたら合格にする。達人な。うん、わかった。よし、わかったぜ。次こそは。あ、
絶対に勝つ。本気モードで来るな。やっぱりここはやっぱり乱舞でちょっとあえて弱い方で、うん、よし、お前らごときこの一番未熟な乱舞で十分だ。来い。よし、まず一人。あ、まだか。よし、ん、結構切られた、やばい、この野郎。よし、よし、どうだ。まあ、達人にはなったんじゃない。お、よし、よし。美しい、君は本当に筋がいい。うん、乱舞技かげろう流し、うん、グッグー、やはり倒せぬか。なぜ俺に勝てないか、お前たちは考えたことがあるか。偉そうに言いやがって、俺たちが弱いからだって言いてんだろ。大筋では合っているが、おそらく勘違いしてるね。俺はお前たちの剣術の腕が足りないとは一度たりとも思ったことがない。稽古を積んで技術は身についている。それでもなぜ俺に勝てないかを考えろと言ってるんだ。うん、そこまでにし、あ、そこまでにしておいてくれ。この道場の試合が拙者である以上、彼らではなく拙者が責められるべきだ。あんたや弟子たちが必死だという事情は聞いた。流派を残すための時間が残り少ないんだろう。弟子たちから聞いていたか。そうだ、拙者には時間が残されていない。弟子たちはあんたの技を身につけ道場を継いでほしいと俺に頼んできた。長くここで稽古をしている者たちがそんなことを言っていて本当にいいと思うか。なるほど、彼らがそんなことを。しかしそれも一理あるのかもしれない。何？もちろん拙者もここで長く稽古を積んできた同士に道場を譲るのが最善だとは思っている。だが最も見込みのある平之助もしばらく姿を見せていない。他の弟子たちも日に日に士気が下がっている。君に託すべきという彼らの意見に拙者としても頷かざるを得ないのかもしれんな。まあ平之助がもうねダメなんでってことだね。なら修行が全て終われば俺はこの道場を譲り受けることになるんだな。君さえ良ければそういうことになるだろう。そうか、あんたもそういう意見ならもはや何も言わない。もし流派と道場を俺が継ぐことになるならその後のことは俺の裁量で決めさせてもらう。クソ、チッ、わかった。では一生ものとも言えるようないい刀を持ってきてくれ。それを流派を継ぐ覚悟と受け取り修行しよう。一生もの起床 1,2,3,4,5,6 待っているぞ。6の刀、ちょっと待ってください。そんなのあったかな。カゲロウ丸は何 ?1,2,3,5 か。あれ、あれはカゲロウ丸じゃない。あ、陽光がもう5なんだ。6の刀なんかないぞ、ちょっと。あ、ちょっとこれ詰まってる。6の刀か、くそ。どうなるんでしょうね、これもね。
私の予想としてはね、これ多分ね、まあ技を継いだ後に、あ、読み込んでるんか、あ、特にね、技、きっとね、平之助にやるんじゃないですかね。これは俺の道場だからなとかつって平之助にあげちゃうみたいなね。違うかな。